この後は特集です。お米の魅力を発信したいと願う外国人が神戸にいます。大阪市の百貨店で販売が始まったペルシャ風のケーキ。これは自分たちで無農薬のお米を作った米粉のパンケーキ。イランから来た大の日本好きの男性の米への思いが詰まっています。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。このケーキにちょっと注目してください。ペルシャ風のパウンドケーキです。中にはクルミやザクロが入っているんですが、一番の特徴は生地にたっぷりの米粉、つまりお米が使われているんですね。はい、作っているのは中東イランから神戸にやってきた男性です。はい、あるきっかけからお米の魅力を発信したいと思い立ちました。神戸北の町の顔になっているイラン人の男性がいます。バハラム・イナンルさん、手作りの米粉ケーキを販売しています。毎度お気に入り。どちらから来られましたか？大阪。関西人ですね。ついてないです。さすが関西人先生、何がお前じゃ美味しい。Thank you so much。ありがとうございました。関西は最も面白い。関西に来て関西に住んでよかった。イラン・イラク戦争の真っただ中、青春時代を過ごしたバハラムさん。2年間兵士として戦地に赴きました。空手を習っていたこともあり、平和で礼儀正しいイメージの日本に憧れて来日。阪神淡路大震災のボランティアで訪れたことをきっかけに、関西人の親しみやすさに魅力を感じて神戸に住み、この町の復興を見つめてきました。あと方 もほとんどないんじゃないかなって、すごくできたと思いますね。もうお見事にやっぱり日本人を素晴らしいこう仕事やってるから、もうすぐできたんだと思いますね。まず自分たちで、ね、無農薬のお米を作って、うん、米粉半分、小麦粉半分で、うん、お茶をいただきながら、はい、イランの主食も米。米粉のパウンドケーキはイランで定番のスイーツです。環境問題を考える NPO 法人の代表でもあるバハラムさんは、このケーキをきっかけに米作りや農業に関心を持ってもらいたいと考えています。小麦粉の売り上げは、消費は日本で上回って、お米の消費を少しでもアップするために改善の意味合いで米粉を使っていこうと。すごく軽いですね。軽いって感じがする。軽いっていうか、さっぱりっていうか、本当すごく美味しくて、でもなんかね、体にいいような感じで食べられるね。ケーキでもね。ありがとうございます。ありがとうございました。頑張ってください。頑張ります。お気をつけて。はい、ありがとうございます。失礼します。楽しかったってことも最後さ、もういいな。最高。Good morning. Thanks to the gods, and thank you very much to all of you to come to join to rice harvest. 先月21日、神戸市北区の田んぼで稲刈りが行われました。バハラムさんが
地元の農家の人の協力を得て農薬を使わずに育てた米です。日本人や外国人の仲間も稲刈りに参加しました。 Is your first time? Yeah. 今年はものすごいいい綺麗な米で良かったです。田植えもした。あ、しました、もちろん。はい、いいですけど。バハラムさんが米作りに関心を持ったきっかけは息子ミキ君の食物アレルギーでした。自分のこともアレルギーを持ってて、それを勉強したらやっぱり食は直接関わってるってことで、お米の重要さを少しずつ分かってきてて、いや全然楽しいです。はい、いろんな国籍の人と交流できるのもありますし、その大切ですもんね、そのやっぱり日本の食って。はい、お米は絶対うまいの、走らない、歩いていって、早いです。はい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 、子供たちでも農業は嫌がりますやん。だからね、こうしてたとえ時でもね、都会の方から見えていただくのはすごく嬉しいです。子供たちに土からたくさんのことを学んでほしい、米作りの素晴らしさに気づき農業をする若い人が増えてほしいとバハラムさんは願っています。やっぱり日本のアイデンティティの中に団結、一緒になった時はやり遂がす、やっぱり自分たちの手で安心で安全のものを作っていくのを、私たちよりもその次の世代の方に残すべきじゃないかなと思うんですね。バハラムさんは米粉のケーキ作りに大忙しです。百貨店で期間限定でケーキを販売することになったのです。一人で1000個も作らなければなりませんが、販売が楽しみで仕方がないようです。お客さんの思いも聞いて自分たちも伝えるってことをキャッシュボールですから、関西のそういうキャッシュボールのやり取り、コミュニケーションのやり取りをすごく激しいんで、すごく私たち外国人に似合います。やっぱり関西人にならないとあきまへんな。中東で平和の象徴とされるザクロのシロップをたっぷり塗って出来上がり、日本の米で作ったイランのお母さんの味です。昨日から大阪市北区の三越伊勢丹で米粉ケーキの販売が始まりました。何ですか？お客さん一人一人に米作りへの思いを語ります。何かのご縁で、それで振り合いも多少の縁ということですから、またどこかでお会いできるかもしれないですから。いただきます。一個ね。どれが美味しい？ザクロとバルベリーが一番定番なので。今日みたいにこの百貨店で来て買い物した人も喜んで、外国人も日本人も共に汗を流して喜んで楽しんで、地元の人たちも喜んで散歩よし、収穫した時は一ついいことがあるんです。神戸の字も入ってるんですね。実るほど神戸を垂れる稲穂かな。平和で豊かな食料に恵まれるありがたさ、日本と神戸をこよなく愛するバハラムさんのスイーツは、日本人が忘れかけている大切なことを気づかせてくれるかもしれません。本番前に私たちもバハラムさんのケーキをね、いただいたんですが、美味しかったですね。美味しかったんですよ。パウンドケーキなんですけど、全然パサパサしていなくて、しっとりしてて、そうなんです、甘さも控えめでね、はい。来週火曜日まで JR 大阪三越伊勢丹と芦屋の大丸で販売しているんですが、はい、インターネットでも買えるそうです。 それにしても外国の方に帰ってこの日本の魅力を教えてもらうってこと多いような気がしますよね、はい、はい。以上特集でした。ニュースアズ